広瀬さんいきますか。広瀬さん。すみません社長、今のお話を聞いて、彼は書道家の平井さんです。はい。でちょっとお話の中からでインスピレーションを受けた重心著力っていう言葉あったじゃないですか。それはまさに心の声のままに自分が思うように生きていくっていうことをというふうに解釈をさせて、残りの人生その通りでこの海のイメージと本文に徹するってやはりこう変わらない部分の言葉もがこう未来をつなげていくかということで、ありがとうございます。金物をちょっと可愛くデザインをさせていただきました。インパクトとかあれそうです。ハンマーとか釘を、まさにこの生き方をこれからされるのでいただいていいんですか。あ、はい、面白いと思います。ちょっと一度こちらの方で出させていただいて、後ほどお送りさせていただきます。これはちょっと一緒にじゃ記念写真もうちょっと真ん中こちらに。ちょっと待って。はい、ありがとうございます。これはいいです。ありがとうございます。はい、こういう仕事をしております。これは島に飾りますから。あ、本当ですか。島に飾っていただいて。ありがとうございます。後ほど額にあるのでお送りします。ちょっと島に家が。あ、ありがとうございます。あ、別荘に。これの解説もご一緒にという感じですよね。お送りするかな。解説そしてこれの言葉の意味とをはがきでもう一枚お付けしてどういう意味。まさにね、心の声のままに。残りの人生短いから。少しね。ありがとうございます。カバンが中です。ありがとう。